皆さんこんにちは、松本明恵です。今日は Vlog ということで私の休日を撮ります。桜本あゆみちゃんです。あ、こんにちは。今井さんです。今井由里さん、こんにちは。プロレス見に来ました。行ってきます。行ってきます。すごいんですよ、 SG ガッパすごい動画です。今ね、後楽園ホール向かってますよ。はい、ドラゴンゲートを見てきます。今日ドラゴンゲートを見てきます、はい、さっきね、闘魂ショップにもね、行ってねアイテム買ってきましたよ。はい、プロテス感染を超えて出てまいりました、はい、今井さんは明日仕事なんで、はい、ちょっと先に帰られたんですけどめちゃくちゃ楽しかったです。めっちゃ楽しかった、ね、最高でした。幸せだった。私初めてだったんですけど生の吉田隆さんが見れて嬉しかったです。私も生の大和さんが見れて幸せです。ありがとうございます。もらいました。もらいました。ありがとうございました。で帰りますね。帰ります。最高。あ、こんにちは。また今日は違う日で、今日はちょっといつもお世話になってる整体の先生のところに見てもらいに来ました。ペースはね、 1,2 ヶ月ぐらいに1回ぐらいかな。まあ理想はね、1ヶ月とか、まあ2節走ったら1回ぐらい来れたらいいなとは思ってるんですけど、もう結構デビューしてすぐぐらいからずっとお世話になってる最高の先生です。ちょっとね、行ってみますかね。中入りました。すごいんですよ、見てください。じゃん、 SG ガッパ飾ってくれてます。ブス島さんのもこっち山崎さんの山崎さんの優勝者もし、なんかね、真ん中の一番上に飾ってくれちゃって、なんかもうなんかすいません。います、工務店がバス、あ、これだけなんですけど。お願いします。でちょうど後楽園ホール行く時だったんで、うん、それも撮って、ね、あ、はいはい、後楽園ホール来ましたとかね。あれ、何見たんですけど。ドラゴンゲートです。え、一発目ドラゴンゲート。そうです、後楽園ホールの。すごいよね。なんかもうすごかったです、本当すごかった。でも一番最初にあれ見れて本当に幸せと思って。へえ、楽しかった。いや、よかった、仲間が増えたのね。先生プロレスファンで、最近プロレス好きをこじらせてる私にいろいろ教えてもらってます。武士の入場めっちゃ笑ったんですけど。武士の入場めっちゃ笑ってくれたんですか。もう面白くないですか。ありがとうございます。だってこのポーズは知ってるとは分かりますか。なんか知ってる人に伝われって思って、ちゃんと武士の顔ですね。ちゃんと後ろパッと応するっていうあたり分かってるわ。あれだな、ちゃんと唇も塗ったんですよ。そう、知ってる。そしたら、その私とモッチーが、その琵琶湖の全県入りする動画を、ルシーが X で上げてくれたんですよ。いいねみたいな感じで、ルシーってなって、ルシーだよ、ルシーすぎるって言って、全然違う界隈ですけど。でもいいんですよ、そうやってね、まあ、競技の人とね、はい、仲良くなれるのは、まあ、みんなを楽しませるのが、すごい。で、思うじゃないですか、やっぱりプロレスラーは、プロレスラーってすごいと思ってるから、結局そこなんですよ。最後、痛いとこってどこやります？足の長さ調整してもらう。あ、これ直しちゃいます？はい。やっちゃいましょう。
はい、ありがとうございました。疲れた。じゃあということで帰ります。はい、今日はペラ小屋来ました。こんな感じでいっぱいゲージとかペラとかアンマとかありますね。こちらなんですけど、可愛くないですか。ファンの方が描いて送ってくださった絵なんですけど、作っていただいてすごい上手ですよね。もうヘルメットなんかもすごい忠実に再現してくれてて本当に嬉しいですね。ちょっと一部しかね紹介はできないんですけど、宝物です。ありがとうございます。そしてこちらプロレスラーのヤマトさんと BB ハルクさん、この間ねドラゴンゲートの試合をみんなで見に行った時に実は私ももらってたんですね、サイン。これはね、私がプロレスラーの方からもらう初めてのサインなので、ちょっといい思い出ですし大切にします。なんかちょっと私の宝物を見てくれますか。私ミセスグリーンアップルさんがすごい大好きで、去年ライブに行った時にボーカルの大森さんが最後に投げたピックをなんとこうミラクルゲットしたっていう、もう本当に宝物なんです。これはもう本当に興奮しましたね。大森さんありがとうございます、私に投げていただいて。これも第一に飾ってます、お家に。今日はねゲージをプロペラを叩くのに使うゲージを作ろうかなと思って来ました。終わりました。いや使いました。結構何時間いたかな。しっかりすり終わったんで次の仕事持っていきたいと思います。今日は香川県に来たので同期のね、まちかちゃんとご飯食べてます。すごいなんか綺麗に撮れてる。そうですか。うどん食べに来てます。今井さんと一緒に。今井さんの同期の南部さんの初めてメンチューめっちゃ美味しそうです。美味しい。今井さん美味しい。メイシュさんにサインを書かせていただいてます。マイさんのサイン。生センター。南部さんです。動画です。すごい美味しかったです。ごちそうさまでした。またぜひ食べに来たいです。じゃあこれから仕事に行ってきます。あ、ちかちゃん撮った美味しかった、ね、美味しかったよ ね、 ね練習美味しかった、ね、また来たい。練習ファミリーです。はい、で行ってきます。行ってきます。